はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日は2018年最後の動画を上げたいと思います。ちょっと時間なくて特別なね編集をした動画ではないんですけど、1試合に31連続キルと37連続キルができた、今年最後の無双動画になります。2018年振り返ると本当に COD スポーツ、日本の COD スポーツがすごい発展した年だなと思って、まあ、賞金付きの大会が開かれたり、世界大会に行けるようになったりとか、まあ、本当数年前大会すらなかったんで、ここまで来ると本当に振り返ると本当感動ものですね。でちょっと時間がなくて特別な動画がこう編集できなかった代わりに、僕が厳選した2018年の動画リストを作りました。僕が出てた大会の動画だったり、僕のねアップした動画から、これはね何回も見れるなっていう、厳選した動画をまとめたので、年末ね、もし時間があったらぜひ見てみてください。かなり暇つぶしになると思います。僕もこう見返しててなんかすごい懐かしい気持ちになったんで、ぜひね年末見てみてください。2018年最後の動画って言ったんですけど、もしかしたら、まあ雑談で2018年振り返る動画なんかも撮ってみたらいいのかなって思ってるんで、もしかしたら撮るかもしれません。というわけで動画へどうぞ。さあ、2018年最後の試合も、僕のね今のメイン武器で終わらせましょう。さあ、あのポイントですね。フリンジファイアリングレンジ。フリンジはあれだ、あってフリンチってなんだっけ、フリンチって BO3 のアップじゃないか。ちゃうちゃう、似てるけどちゃうやつですな。さあダブルキル、おっとん、あ窓にいるな、これリロードした方がいいな、弾がない。さあ来てる、一回上取ろうと思って左回ってきてる。ナイスカット。これはいやー、マジでダブルキル取れたのか今の。さあ裏取り来てますね今一瞬、あれ映ってるよね、まさかの、待ってた。ちょっとコントローラーがボロくなってきたのかな。なんかね丸ボタンスライディングがたまに不発になる時がすごく増えた、なんだろうな。まあこのゲームね、そのスライディングたまに不発するのはよくあるんですけど、ほんとそれがね特に多いんだよな最近。丸ボタン押してる感じしないんだよね。さあタックリプレイで味方さん沸かせつつ、センター来てないってことは今いたな、あ登れんかった、そこ入りたかったのに。ただ左からが、おおおお、なんだなんだ、行ったり来たりしてるなお互い。ここは決め打ち気味で、で敵のリス大体把握したぞ。そこ頭なしやれるかな、頭なしやってく。でロング抜けるか、抜けるね余裕。さあ次一歩、こうジャンプ打ちでこう窓から撃てるんちゃう、窓からやってく。さあだんだん次一歩行こうね、そこ来るね、レーザーワイヤー仕掛けて、弾がない、これは水まずい、まずいぞ。でスナイパーヘリゲットしつつ、あそこに味方の弾があるね、アサルトパックある、あれ拾いたいな、センター映ってたね。アサルトパック拾いつつこっちから回ってみるか、ぐるっと後ろ赤点出なかった、ナイスキル。ハードポイントはね、まあ湧いてからエリアに行くときで最短ルートで行っちゃうとね、やっぱ一番危ないんですよね、敵からしたらすごい分かりやすいルートだから。だからもしこう湧いてからエリアに行くときはなるべく遠回りとかするとうまいこと刺さったりする。だから敵から一番分かりにくいルートで行けたりするんで、これ使っちゃおうか。危ねえ、外した、んやれたのか、スナイパーヘリが倒しちゃったのか。 OK、 これは当たったね、あと一発、あなやれた、外してく、だいぶ外したな。さあ外周、外周もやっていく。さあリロードしつつ、奥にいるの分かってる、よし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 。でスナイパーヘリもう一周出たんで、こう詰めていきましょう。ああ敵のレーザーワイヤーあるのか、1枚か、取ろう取ろう
倒して、もうオフも倒して、スナイパーヘリは出せない。まだ前のスナイパーヘリが出てるっぽいな。で、味方のアサルトパックあるから拾っとこう。構えて構えて、これ中にいるのかな、後ろ開いてんね。うわうわ、30、え、何連続キルしたんだろう今。いやー、死んでしまった、なんてこった。後ろはいない。センター倒していく。スナイパーヘリまだ出せないね。これジャンプ値ナイス、決め方で。しかし回復ができないんで、ここ今まずいな。早く治んないかな、やけど。さあ、こういうのも近道せずちょっと大回りで行ってみる。さあ、エリア入るが、リスポーン変わりそうじゃない、やっぱり。倒していく。振り、今年の、なんだろう、美容法の思い出的なマップといえば、フリンジかな。あの、100連続キル達成したマップですね。いや、あれは、なかなか、興奮するもんだったな、あれ。あれはやばかったね。おほほほ、スナイパーヘリまだ出てんのか。あ、そう、感度ね。感度結局5にしました。やべ、ガーディアン置かれた。で、こう登って、あれどこ行った、あいつ。レーザーワイヤーを行ったる。ちょっと UAV とヘリと、ヘリと UAV 呼んで、で、細道から来るね。弾がないな。ちょっとあれ、あいつの拾おうか。落ちてない、なぜか。ここも落ちてない。あ、敵の味方のアサルトパックある。でも10発しかない。うわー、これは終わったかもしれない。え、どうすんのこれ。え、どうするこれ。いなくなった、いなくなったかな。いなくなったかな。あれ拾おう、あれ拾おう。アサルトパック。あぶねえ。よく生き残ったな、今の。敵がスルーしてくれた。これ敵、こっちで湧いてんじゃないかな。やっぱり。今日、脇予想めっちゃ当たってるな。いなかった。さあ、次ポだね。さあ、また。さっき言った。近道はしないようにしたいな。残念。残念。な、マスクをつけてるんですね。さあ、アナイアレット使っていこう。一発外したけど、もう一発当てて、レーザーワイヤーあるんで、ぐるっと回りましょうか。奥では行ってるの知ってる。ちょっと外すの多いな。あー、敵のファイヤーブレイク。今の当たんなかったか。さあ、飛行機、飛行機、ヘリコプター呼びつつ、敵センターからだね。まあ、ハードポイントはね、まあ、エリアに入るのほんと一人でいいですね。みんなでエリア入っちゃうとほんとね、攻める側からしたらすげえやりやすくなっちゃうんで、まあ、固まっ、エリア内にみんな固まったらいい場面もあるけどもね、基本的にはエリア1人入っても他はどん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 動き回った方がいいですね。ああ、やべえ、今スナイパーヘリ出たから、ジャストエクチンもう1回で出たんじゃないか。ぐん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 敵のリサーサー荒らしていくぞ。あ、いないね。こっちかな？いないね。こっちかな？あ、後ろ。ナイスカバー。ん？こっちが湧き、こっちで湧いてないということは？この先か？うわぁ、固まってんな。さあ、残り数十点ですね。次のエリアで決まりそうかな。今のもあれやれないか。ヘリまだ呼べない。なんか手前いない？なんだあいつ。うわぁ、ちょっとスライディング今のできなかったな、なんか。なんだろうな、スライディングできないの。ほんと多いんだよな。
中にいるね。やべえ、クソエイムした。ここに来て。ここに来てクソエイム。あと8点なんだけどな。また詰められてるよ。まず右から待ってこうか。残り25秒でしょ。ワイトリアンケー。あ、これ、このダウンスの正面からいけるかな。1キルと2キルと OK。100キルはいけなかったね。ワンチャンいけるかなって思ってたけど、いやー。というわけで、2018年お疲れ様でした。本当に。まあ、いろいろありましたね。でも本当、BO 法が今は本当面白いね。で、来年から本当日本も CWL、e スポーツ、COD の e スポーツが本当に盛り上がる年になると思うんで、ね、皆さんぜひ。注目しててください。はい、というわけで皆さん良いお年を。というわけでお疲れ様でした。